皆さん、こんにちは。世界が尊敬する指揮者、小澤征爾さんが88歳でこの世を去りました。彼の逝去はクラシック音楽界にとって計り知れない損失です。瀋陽で生まれた小澤さんは、若い頃から音楽に対する深い情熱を持ち、その才能はやがて彼を世界の舞台へと導きました。ピアノ奏者としてのキャリアが怪我によって断たれた後、彼は指揮者へと転向し、その決断が後に彼を世界的な名声へと押し上げることになります。彼の功績は枚挙にいとまがありません。ブザンソン国際指揮者コンクールでの優勝、ニューヨークフィルの副指揮者就任、そしてウィーンフィルとの新年コンサート、これらはすべてクラシック音楽界における日本人としての彼の画期的な成就の一端に過ぎません。しかし、小澤さんの真の偉大さは彼の達成した数々のタイトルや賞だけにあるのではありません。彼が人々、特に若い音楽家たちに与えた影響に彼の真の価値があります。小澤さんは音楽を通じて人々と深く関わることで知られていました。彼は自らが経験した教育と機会を次世代に提供することに情熱を注ぎました。彼の指導のもと、多くの若手音楽家が国際舞台へと羽ばたいていきました。また彼は日本のクラシック音楽界の育成にも力を入れ、日本国内外で才能ある音楽家たちを支援しました。人々は小澤さんの人柄にも惹かれました。彼は音楽に対して情熱的でありながらも親しみやすく謙虚な人物でした。若い学生たちとの交流を大切にし、彼らが音楽を楽しむ姿に喜びを見出していました。家族との関係も深く、彼の私生活は彼の公のイメージとは異なる温かみのある一面を見せています。今、世界中から小澤さんを悼む声が寄せられています。彼の死は音楽家、ファン、後進の指揮者たちに深い悲しみをもたらしました。しかし、彼の残したレガシーは彼の音楽と彼が影響を与えた人々の中で生き続けます。小澤征爾さんの逝去はクラシック音楽界にとっての終わりではなく、彼が築き上げた基盤の上で次世代が成長し続ける新たな始まりです。小澤征爾さんの人生と業績は、音楽を愛し追求するすべての人々にとって永遠のインスピレーションです。彼の情熱、才能、そして音楽に対する深い敬意は、私たちが目指すべき理想の象徴です。彼の音楽と残したメッセージは、これからも長く私たちの心に響き続けるでしょう。小澤征爾さんといえば、その名を知らぬ者はいない世界的マエストロ。彼の指揮棒が震われるたびに、オーケストラは息を呑むような美しいハーモニーを奏でます。しかし、私たちが彼の音楽に心を奪われる一方で、ふと疑問に思うことがあります。小澤征爾さんの年収は一体どれほどのものなのだろう。マエストロ小澤さんの年収について考えるとき、私たちはただ彼の音楽的才能だけでなく、彼がクラシック音楽界で築き上げてきた地位と影響力をも考慮に入れなければなりません。長年にわたり彼は世界の名だたるオーケストラを指揮し、無数のコンサートやレコーディングでその才能を発揮してきました。これらの活動が相応の報酬につながることは想像に難くありません。具体的な数字を上げることは難しいですが、世界的に著名な指揮者のギャラは一晩の公演で数十万ドルに及ぶことも珍しくありません。小澤さんの場合もこのレベルに達している、あるいはそれを上回る可能性が高いです。加えて CD や DVD の売り上げ、放送権料、講演会などからの収入も考えられます。これらを総合すると、小澤さんの年収が破格であることは容易に理解できるでしょう。しかし、小澤さんの収入の大きさを語る際、金額そのものよりも注目すべきは、彼がその収入をどのように扱っているかです。彼は自身の豊かさを私利私欲に走ることなく、音楽教育の支援や若手音楽家の奨学金に寄付するなど、音楽界への貢献に使っていると言われています。このように彼の収入は単に個人の富を増やすためだけではなく、音楽を愛する次世代への投資にも使われているのです。また、
小澤征爾さんのギャラが破格であることは、彼が持つ独特の音楽性とその音楽に対する深い洞察に裏打ちされています。彼が指揮する演奏はただ技術的に優れているだけでなく、演奏する音楽の背景にある文化や歴史までもが聴衆に伝わるような深みと感動を持っています。このような能力は一朝一夕に身につくものではなく、長年の研鑽と経験の積み重ねがあってこそです。彼のギャラが高額であることは、こうした彼の能力と貢献を世界が高く評価している証拠なのです。小澤征爾さんの年収やギャラについて話すとき、私たちはただその数字の大きさに感嘆するだけではなく、その背後にある彼の音楽への情熱、若手音楽家への支援、そして文化への深い貢献をも見るべきです。彼の収入は、彼自身が長年にわたり築き上げてきた音楽の世界への真摯な貢献の証であり、私たちはその点を尊敬し、称賛すべきなのです。音楽という芸術形態は、演奏される音符以上のものを私たちに提供します。それは、演奏者の個性、情熱、そして彼らの人生そのものが織りなす物語です。この視点から見れば、小澤征爾さんの音楽だけでなく、彼の事務所、そして行きつけの蕎麦屋に関する話題は、彼の人となりを深く理解するための重要な鍵となります。小澤さんの事務所は彼の音楽活動の拠点であり、彼の芸術的ビジョンが形になる場所です。この空間は単なる仕事場を超え、彼の創造性と音楽への情熱が満ち溢れています。壁には世界中のオーケストラや音楽家たちとの共演を物語る写真や記念品が飾られていることでしょう。これらは彼の長いキャリアを通じて築き上げられた無数の人々との絆を象徴しています。事務所はまた彼の計画や夢が練られる場所でもあります。次のコンサート、新しいプロジェクト、若手音楽家への支援計画など、彼の音楽的旅はここから始まります。一方で、小澤さんが足しげく通っていた蕎麦屋は彼の日常の一コマを垣間見ることができる場所です。この蕎麦屋は彼にとってただの食事所ではなく、創造的な息抜きをするための隠れ家のような存在です。ここでは音楽の世界から一歩外に出て、心を落ち着かせ、新たなインスピレーションを受け取ることができます。またお気に入りのメニューを楽しみながら、人生と芸術についての思索にふける場所でもあります。小澤さんの選ぶ蕎麦屋、彼が好む具体的な料理は、彼の個性や好み、そして日本文化への敬愛を映し出しています。この蕎麦屋でのひとときは、小澤さんにとって大切なリフレッシュの時間であり、彼の音楽に対する新たな視点を与えてくれるかもしれません。音楽家としての彼の一面だけでなく、一人の人間としての彼の趣味や生活様式にも焦点を当てることで、彼の作り出す音楽の背景にある深い人間性を理解することができるのです。名門小澤家は芸術と文化の世界で長きにわたり輝かしい歴史を築いてきました。その中心には世界的指揮者であり文化人、芸術家の家系を継ぐ小澤征爾さんがいます。征爾さんはその生涯でオーケストラ界に革命をもたらし、世界の小澤として親しまれてきました。しかし今、彼の30億円にも及ぶ膨大な資産をめぐり、家族が深刻な分裂の危機に瀕しています。この物語の中心には小澤征爾さん、その姉、そして母がいます。彼らの間で起こっている激しい対立は、名門の家族に何が起こっているのか、多くの人々の関心を集めています。小澤家は代々文化と芸術を重んじる家系であり、そのファミリーツリーには俳優、ピアニスト、学者といったそうそうたる顔ぶれが名を連ねています。しかし征爾氏の健康状態と後継問題をめぐって、この華麗なる一族は今、前例のない試練に直面しています。特に注目されるのは、俳優の小澤征爾さんと NHK の桑子真帆アナウンサーの結婚です。彼らはヴィンテージマンションで新婚生活を送り、都内の繁華街を颯爽と歩く姿がしばしば目撃されています。
しかし彼らの幸せな日々の背後で家族は大きな危機に瀕しています。誠司さんのベッドを挟んで起こる激しい口論は彼の静養を阻み病状の改善を遠のかせています。家族内の対立は誠司さんの長い沈黙の中で続いており、その深刻さは日増しに増しています。小沢家の葛藤は相続をめぐる問題がいかに複雑で深刻であるかを物語っています。この問題は芸術界だけでなく名家に生まれた者たちの宿命と挑戦を象徴しています。誠司さんが築き上げた遺産は音楽と文化の世界に多大な貢献をしてきましたが、今その遺産が家族を分断する原因となっています。視聴者の皆様、名門小沢家のこの物語は単なるゴシップ以上のものを私たちに示しています。それは芸術と文化が織りなす複雑な人間模様、家族の絆と葛藤、そして世代を超えて受け継がれる遺産の重みです。この一族の今後がどう展開するのか、私たちは見守るしかありませんが、その中には多くの教訓と反省点が含まれていることでしょう。小沢家の物語は私たち自身の家族や遺産に対する考え方にも影響を与えるかもしれません。小沢誠司さん、あなたの音楽と精神は私たちの中で永遠に生き続けます。心からの感謝とともに安らかにお休みください。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。